ってるに出られぬ気違い地獄じゃ。これがお家の騒動なんかで、狙う相手がまだ裏若い息子か娘と来ているならば、もっと気取った手立てがあります。ことに近代思想にかぶれた頭の花瓶の連中だったら、ずっと手数が省けるわけだよ。少し皮肉に取り扱ったり、または立場を込み入らせるとすぐに神経衰弱式だよ。頬が青ざめ、目玉がキラキラ、素振り言葉が変わってきます。これをしこたま掴んだお医者に見せてしまえばこっちのものだよ。西洋させるは上辺の口実、花のつぼみが開かぬまんまに哀れ落ちゆく無限の地獄じゃ。チャカポコチャカポコ、哀れ落ちゆく無限の地獄じゃ。こんな患者を専門にしてやっていくのが本当国でも音に名高い全く博士や。それも初めは普通のお医者でやっていたのが、この種の患者はもらうシャレレが素敵に大きい。そこでだんだんそちらの専門、今じゃ大入り大繁盛だよ。なんとびっくり、玉子テスティに全備尽くした病院構えて、中に並ぶが現代文化の息を揃えた拷問道具に、息も漏らさぬ殺人設備じゃ。